水曜動画劇場第10話、パフィーの2人は今時のギャルのことを一体どれだけ理解しているのかということで始まったギャル語クイズですが、前半5問中4問を難なく正解。果たしてこのまますんなり商品券ゲットとなるのか。絶対3万円取ってやる。おかわ、おかわ、おかわ、そう、おかわ、やべえ、超おかわ、やべえ、超おかわ、やべえ。でもさ、若いさギャルはさ、何でもやべえつけるじゃん、大してやばくない時にも。そうなんだよね、本当のピンチが訪れた時に、うん、本当だよね。ま、このうちのスタッフのレベルからするとこれかな。超おかわやべえ、これもうおかわあみて超おかわやばいすごいおかわ、このセットおかわおかわ。ギャルの間でお疲れ様は今なんと言うでしょうか。お疲れ様でしたお疲れ様でした、お疲れ山だ、ヒントが出る、山だ、ヒント、お疲れ様、おつ様、おつかれいいじゃん、4文字だとお疲れで、お疲れ様、おつかさぽよとかつく、おつぽよとか言われたら殴っちゃうよ私、おつぽよやっぱ腹立つでしょ。じゃあすいません、今日どうもありがとうございました、おつぽよカチンくるでしょだから言っていいぐらいの言葉で、おつです、おつです先輩、おつです。でも確かにそれが一番当たり障りがないかも。これが社会人としてのかけるギリギリだと思う。そうだよね、おつです、おつです、おつぽよ行かんだろうね、バイト終わってさ、じゃあすいません今日ありがとうございました、おつぽよ行かんだろう。すいませんでした、急にシフト変わっていただいて、すいません、お先失礼します、おつぽよ本当に何でもぽよつければいいと思ってね、やろぽよ、やろぽよ次ぽよ、次ぽよ、これです、パティーン、使用例見せてください。今日漏れないパティーンマジでみたいな漏れないパティーンパーティー漏れないんだ、だいたい漏れないとか漏れるとかもあんま聞かないじゃん。だって盛り上がるの漏れないだから、漏れないパティーンはパーティーじゃないの。今日漏れないパティーン、ほら漏れないパティーン、そう、それはちょっと大きめだからあれですよ、待ってますみたいな、あれじゃない、さっきのパンティーのくだりとかちょっとやなしにしてもなんかさ、勉強してるねえねえ、勉強してる、じゃじゃ根っからのあれなんじゃん、ギャルじゃんはい、パターン、パーティー、よっしゃー、すごいね、すごいね、明日からさ、いけるよ、うんね、ギャル雑誌止める、持ってもっと盛るわ、盛るパティーにするわ、もう何今日この盛らないパティーね、よくないよ、盛るパティーにする、いやすごいね、これ次行こう、ヤバいを通り越したヤバいの時に超絶をつけてって言います。なんとかってこと、ヤバいの進化系、ヤバいは進化しません
やばいはバイヤー以外に何が出てたの。バイヤーだよねって。マジこれすっげえバイヤー。あのモザイクさちょっと透かしてみて。どうしようまたヤバポヨとかだったら。ポヨ地獄。いやポヨって書いてる感じじゃない。やっぱさついちゃうよね Z。全部ついちゃうよね。すごいんだったら。ヤバゼット、ヤバゼット、超絶ヤバゼット、ヤバよ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 超絶ヤバよ。ビッグ、ビッガ、ビッグスト、ヤベスト、ヤベスト、ヤバスト、ヤバスト、ヤバヤバヌ、ヤビ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 。はい答え。はい、答え。超絶ヤビャ。ヤビャだって。ヤビャ。あ、ほら、やっぱね、ヤバいはすごいヤビャになるよね。ね、うん、確かに。うん、次が最後なんで、はい、当たればこれ7問いくんでしょ。すごいね、うん、そうなんです、現在6問正解中のパフィー。次の最終問題に3万円分の商品券がかかっています。使い方は渋谷でご飯みたいな感じで使います。ふふ渋谷でふふご飯、母と渋谷で晩ご飯。もう進化とかさせてんじゃないよもう。え、漢字二文字？ただいま渋谷で。現在渋谷で現在ご飯。今時渋谷で今時ご飯。なんか疲れちゃった。そうなんだよね。何？何？全然わかんない。 Now は進化したら何？だって Now だって今でしょ。もっと短い時間じゃないの？瞬間、瞬間、はい、瞬間、瞬間です。瞬間渋谷で瞬間ご飯みたいな感じで使います。すごい、あなたはすごいけど、瞬間渋谷で瞬間ご飯っていうのはおかしいっていうのをちゃんと教えてあげてよ。教えてあげて。本当おかしいよ。瞬間渋谷で瞬間ご飯はおかしい。いや以上ね。いや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 、ちょこれでギャルのカリスマ的存在にはなれたんじゃないのかな。うん、ちょっといただけるみたいですよ。なんかすごい刺激をいただいたみたいでありがとうございます。絶対出ないだろうなっていうね。じゃあこれでお買い物行きたいと思うんで、はい、まあ、ギャル多いんだなって思いました。そう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 、うん、何が溝だよ。食べりに行こうぜ。 OK。 10問中7問正解という素晴らしい結果に終わったギャル語クイズでした。それでは皆さんまた来週おつぽよー。